1月27日に虚血性心疾患のため死去した声優、永井一郎さん、享年82、が務めていたフジテレビ系アニメ、サザエさん、の磯野奈美恵役の後任声優が、チャフーリン52、に決まったことが9日、わかった。1969年の放送開始から永井さんだった奈美恵の声が、30歳若返る。当局によると、チャフーリンは16日放送回から担当。複数の候補者の中から番組プロデューサーらが面接して決定した。6日に行われた収録ではサザエさん役の加藤みどり、74、ら主要キャストと初対面。最初は緊張していたが、すぐに溶け込み和気あいあいとした雰囲気の中でアフレコが行われたという。チャフーリンは同局系、ちびまる子ちゃん、の長沢くんとひでじい、日テレ系、名探偵コナン、のめくれ警部など、人気アニメキャラの声を担当する売れっ子声優。野崎プロデューサーは、温かく包み込む優しい声は奈美恵さんのイメージにぴったり。怒るのではなく叱ることのできる日本のお父さんを演じていただけると期待しています、と力を込める。チャフーリンも憧れの先輩という永井さんの後任に恐縮しつつ、永井さんが作り上げた奈美恵のイメージを損なうことのないよう精一杯努めます、と意気込んでいる。